ですね、まあ、僕あのガラスの代わりでたまに、なんかコンビニとか寄るとき、コンビニに入るときにですね、いつも言う人がいるんですよ。スタッサーカッタ、ごめんなさい、なんだなんだ、以上です。それ終わり、まだ18秒だ。待ちでしょ、待ち、待ちでしょ、でしょ、ここにほくろある。いや、ちょっと、あ、じゃあちょっとですね、もう一個面白い話しますと、僕は小学6年の夏に8課にかかったんですよ。で、8課にかかった時に本当に怖いなっていうのを思って、要は8課で自分のことコントロールできなくなるんですよ。で、寝てるわけですよ。で、親が飲み物持ってきてくれるんですけど、全部味が変なんですよ。そんな感じですっごい自分のことコントロールできなくなるんですけど、そんな時にですね、普段怖くないはずのものが怖くなったりするんですよ。はっきり覚えてるのが、いや本当ですよ、家の奥行きがすごい広くなって山ができたんですよ。で、山の向こうからいっぱいなんか石みたいなのが飛んでくるわけですよ。で、その石と一緒に、その時当時総理大臣だった安倍晋三総理大臣が一緒に飛んできたんです。